はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカの定番標準レンズですね。その中でも、人気の高い、はい、ズミクロン 50mm の、メガネ付きのデュアルレンジと呼ばれるレンズですね。このメガネに持って、近接撮影ができる、タイプの標準レンズ、ズミクロン 50mm になります。はい、ご覧の通り、ズミクロン 50mm ですね。F 値が2になっております。CR ナンバーが1447263で、1956年のドイツ製ということになっております。はい。では外観から見ていきます。外観はですね、ご覧の通り、シルバーの共同ですけれども、目立つようなすれ傷、当たりへこみようなものはないですね。おおむね備品といえるレベルのものだと思います。でもってですね、このピントリングのですね、ローレットの幅が狭くて、山側にギザギザがついてますので、前期タイプということになりますね。はい。レンズですけれども、前玉、後ろ玉、ともにですね、擦れ傷や、引っかき傷、コーティングの剥離などはなく、大変綺麗なレンズですね。曇りカビも、中玉にも一切ないですね。バルサマグミネルももちろんないです。ですね、細かなチリゴミが、いくつか見られるんですけれども、その程度ですね。もちろん映像には何も影響はないです。メガネ部分もですね、バルサム切れや、ガラスの欠けなどなくて綺麗ですね。はい。はい、絞りリングも軽快に動作しておりますね。油の乗りもなく、羽の痛みもないですね。はい、ピントリングも大変滑らかに動作しております。硬くなったり、ムラが出たり、グリス切れがあったりしないですね。はい。で、またこのメガネも、はい、ご覧のように外れますね。で、メガネを外すとですね、こちらが回らなくなるんで、こうグッと引っ張っていただいて、メモリをこちら側に引いていただくと、普通の 50mm としてお使いいただけるんですね。はい。で、メガネをつけるときには、こちら側にグッと持ってきていただいて、でですね、メガネをグッと差し込んでいただくと、はい、メガネを差し込むとこちら側にピントが回るようになります。はい、非常に複雑な機構になっているんですね。はい、でこちら側にこう回しているところだとメガネは外れないようになってますね。いっぱいまで回さないとメガネ外れないようになってます。はい、という感じですね。付属品が、このリアキャップと、社外製品ですけれども、こちらの、はい、ねじ込み式のフードを付けいたします。はい。はい。このフード付けパーシンしていただければですね、こう、ぶつけたりして、レンズに傷がつく防止にもなりますので、ぜひお使いいただければと思います。ということで、大変状態のいい、ズミクロン 50mm、はい、デュアルレンジの前期型になります。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。